用のバスの部員などおよそ40人が集まりました。チャレンジ前の舞台では中小国の地元のそば作りを一緒にも先月収穫したばかりのそばの実を敷いた子らそばを持ち、訪れた人たちが興味深そうに見ました。その後チャレンジの中で打ち立てのそばなどを行い、収穫の喜びを持ち今年の収穫に感謝しました。台風注意報が東京地方、伊豆諸島と神奈川県、千葉県、埼玉県、茨城県、栃木県、静岡県の東部に住む山梨県、長野県、新潟県に、強風と波浪注意報が伊豆諸島、神奈川県と千葉県と茨城県の太平洋沿岸、静岡県の東部、伊豆、新潟県の広い範囲、濃霧注意報が栃木県の北部と南西部、群馬県の広い範囲に出ています。各地の今日の予報をお伝えします。関東地方南部は雨時々曇り、所により夜の初め頃雷を伴い非常に激しく降るでしょう。関東地方北部雨で、所により夕方から夜の初め頃雷を伴い激しく降る見込みです。伊豆諸島北部は雨で、昼過ぎから時々曇り、所により夜の初めでも雷を伴って非常に激しく降るでしょう。伊豆諸島南部は曇り時々雨。